新型コロナ第7波のただ中でした。聞こえてきたのはスタッフが院長に窮状を訴える声。持病で通院していた患者さえ診療が難しくなっていました。鹿児島県の大隅半島全域をカバーする大隅鹿屋病院。この地域には過疎化が進む地区が少なくありません。加えて住民も高齢化、医師不足は深刻です。1年前からこの地で働く中国人研修医朱海先生、過疎地の医療に力を入れる特集会グループから大隅鹿屋病院に派遣されています。救急医を目指し2年間の研修期間も半ばを過ぎていました。この日も救急搬送です。